こんにちは茨城オンンラインスタディの動画は中学校第3学年社会・公民国の政治の仕組みの3時間目です本日の授業内容は3行政の仕組みと内閣教科書88ページから89ページです 今日の学習課題を確認します今日の課題は内閣はどのような仕事をしているのでしょうかまた国会と内閣の関係はどのようなものでしょうかです授業の最後には内閣はどのような仕事をしているのかまた国会と内閣の関係はどのようなものなのか自分で説明できるように学習を進めていきましょう それではまずはじめに行政とは何かを確認していきましょう。行政には国の行政と地方行政があります。行政とは法律や予算に基づいて政策を実施するところです。行政の活動には外交、経済政策、社会保障、公害規制や環境保全、教育文化の向上、消費者の保護など様々な仕事があります。 次に内閣は何をする組織なのかを確認していきましょう行政の各部門の仕事を指揮監督するそのための組織になりますここからは内閣の組織と仕事について確認していきましょう教科書88ページの資料1 2を見てください資料2はある日の内閣総理大臣のスケジュールについて書かれています内閣の仕事についてもう少し詳しく見ていきましょう主な仕事は次のものです1つ目は法律で定められたことを実施すること2つ目は 法律案や予算を作って国会に提出したり条約を結んだりすること3つ目は最高裁判所長官の指名とその他の裁判官の任命をすること4つ目は天皇の国事行為に対する助言と承認をすることですこのほかにも内閣の仕事はあります教科書の資料3 日本国憲法に見る内閣の主な仕事を見て他にどのような仕事があるか確認しましょう次は内閣の組織についてです内閣は内閣総理大臣と国務大臣で組織されています国務大臣は内閣総理大臣によって任命されるが過半数は必ず国会議員から選ばれます国務大臣には外務大臣や財務大臣などがあります 内閣は閣議を開いて行政の運営について決定しています閣議の様子は資料1の A を見てくださいまた国務大臣の多くは外務大臣財務大臣文部科学大臣のように各省の長となります資料4の国の主な行政機関を見てください 国務大臣を長とする機関として四角で囲まれている省庁の長は国務大臣となります大臣を中心にそれぞれの省が分かれて各専門分野を担当していますそれではここで問題です教科書左下の AD の4つのイラストは 教科書89ページ資料4のどの省庁と関連するか考えましょう動画を止めて考えてみましょう考えはまとまりましたかそれでは答えを確認してみましょう A は教育に関することなので文部科学省です B は保険関係なので厚生労働省です。C は外国との関わりなので外務省です。そして D は農業に関係しているので農林水産省です。四つとも正解することはできましたか。このように国の行政は各省庁の行政機関が分担して行っています。次に立法と行政の関係がどのようになっているかを見ていきましょう。 この関係は大きく分けて2つの仕組みがあります1つ目は議員内閣制で2つ目は大統領制です日本は議員内閣制でアメリカは大統領制ですそれでは大統領制と議員内閣制の違いはどこか調べてみましょうここで動画を止めましょう 違いに気づくことができましたかポイントは国民から出ている矢印のところです議員内閣制では国民は立法を行う議会の議員を選びその議会が行政の中心となる首相を選ぶ仕組みになっていますそれに対して大統領制は国民が議会の議員と行政の長を別々の選挙で選ぶようになっています 選挙の矢印が違うことに気づくことができましたか議員内閣制の特徴を確認しましょう。日本は議員内閣制を採用しています。内閣は国権の最高機関である国会の信任に基づいて成立しています。そのため、国会に対して連帯して責任を負うという形になっているのです。資料七を使って日本が採用している 議員内閣制についいてて詳ししく見ていきましょうどんな特徴があるのでしょうか内閣から国会に対してはどのようなことができるでしょうか内閣から国会に対しては衆議院の解散の決定をすることができますまたその反対に国会から内閣に向けては 内閣不信任の決議、または国会議員の中から内閣総理大臣を指名することができます。また、選挙の結果を踏まえて、内閣総理大臣が国会によって指名され、新しい内閣ができます。それでは、もしも内閣の仕事が信頼できなければどうすればよいでしょうか確認していきましょう。その場合には まず衆議院は内閣支持不信任の決議を行うことができますこの不信任案が可決された場合には内閣は10日以内に衆議院を解散するかまたは内閣は総辞職するかを決めることができますこのように衆議院の内閣信任決議と内閣の衆議院解散によって 国会と内閣は互いに抑制し合い、均衡を図っているのです。それでは、今日の学習についてまとめていきましょう。内閣はどのような仕事をしているのでしょうか。また、国会と内閣の関係はどのようなものでしょうか。それでは、今から挙げるキーワードを使ってまとめを書いてみましょう。一つ目は行政権、二つ目は内閣総理大臣、三つ目は議員内閣制です。 キーワードを使ってまとめを書いてみましょうここで一旦動画を止めてまとめていきましょうわからない時にはもう一度教科書を読んだり資料を見たりして確認しましょうまとめることができましたか今から例を出して確認していきたいと思います内閣総理大臣を中心に組織された内閣は行政権を持ち 国会で決められた法律や予算に基づいて政策を実施している。日本では、議員内閣制が採用され、国会に対して連帯し責任を負う仕組みになっている。キーワードを使ってまとめることはできましたか今日の学習はここまでです。以上で国の政治の仕組みの3時間目を終わりにします。